はい、おはようございます。ゆるいです。いつもご視聴ありがとうございます。今日はですね、時期だけを連れてね、今ね山に向かっています。何をしにね、行ってるかと言いますと、今ね、リキは今現在、生後9ヶ月と、で、10ヶ月目にね、入ったところなんですけれど、僕の中でですね、まあ、リキはね、ある程度、そこそこ匂いをね、取り出したんじゃないかなと思って、そのね、実験のために今ね、来ています。ここっていうのは、リキはね、初めて来る山なので、実際にね、どこにね、箱穴があるかとかっていうのはね、もちろん知らないわけなんですけれど、どういったね、タイミングで、実際にね、イノシシを見つけてやり出すかね、非常に楽しみです。待て、座れ。はい、行こう。さあ、どのタイミングでね、見つけることができるでしょうか。ちなみにね、あちらの方にね、箱穴がありますと。お、行きましたね。行きました、行きました。もうね、ご覧いただけるとね、お分かりかと思いますけれど、全くね、視界には、獅子はね、映っていない状態ですと。まだ、吠える声がしないですね。まだあんまり匂い取りきれないのかな。うん、僕はイノシシ確認してますけどね、今正面に実はね、箱穴の中に入っています。敵は気づかんか。まだやっぱりあんまり匂い取れないのかな。そんな感じですね。リキはどこ行ったんだろう。ちょっと待ちましょうかね。ちょっと小ぶりなんですけどね、イノシシね、目の前にいるんですけれど、僕はね、目視できているんですけれど、リキはね、まだ見つけきれないですね。やっぱりあんまり匂い取れないんだろうな。今まで起こしたっていうのはもう本当に偶発的っていうか、なんかね、あ、おった、あ、来た、あれ？おし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 、やっと見つけた。なかなかやっぱなかなか匂いが取りきれないっていう感じですね。今まで、見つけていたのはね、もう本当に偶発的っていうか、そんな感じっていうのはね、この実験でね、よく分かりました。まあですけどね、最終的にはね、きちんとこうね、見つけてね、吠えてくれています。はい、ということで今回ですね、熊野寺院の子犬、猟犬見習いリキですね。ん？どうか反応した？もう帰るよ。ね、実際ね、どんな感じでね、イノシシをね、今まで起こしてきたのか、軽くね、実験がてらやってみたわけなんですけれど、ご覧の通りですね、やはりまだまだ匂いをね、取ることができないようです。結果的にですね、まあ、匂いを取ったかどうかはともかく、自力でですね、箱穴に立ち入るイノシシを、ね、見つけ出して吠えるっていうところまでね、行ったわけなんですけれど、やはり量ね、僕の場合はまあほとんどがね、有害鳥獣駆除なんですけれど、においてはですね、実際はもちろんね、匂いっていうのもね、あるでしょうけれど、音とかね、あとは、まあ、家臣ですよね、の、まあ、反応とか、そういったのでね、
見つけれたというのはね、今のところ正しいのではないかと思います。とはいえね、ちょっと足絡んだ、ちょっと待って、はいはい、オッケー、はい、行こう、はい。とはいえまだまだね、子犬ですので、これからですね、実際ね、自分で匂いを取って、で、力の場合はですね、吠えて止めると、そういったね、上下これからね、楽しみにしたいなと思います。ということで、今回はですね、熊野ジーヌ子犬力をですね、箱穴のイノシシに当ててみたということでお送りしました。本日もご視聴していただきありがとうございました。ではまた。